前腕という部位はよく見過ごされがちな筋肉の一つです。特に T シャツを着ている時に露出しているのは上半身では前腕と首くらいであるため、一般的には大胸筋や背中よりもはるかに目立ちやすく、人の目に触れるケースが多い筋肉です。そのためこの筋肉を理解して鍛えることで外見に大きな違いを生み出すのは間違いありません。この動画ではそんな前腕について科学的なデータをもとに正しい鍛え方を紹介します。前腕の筋肉は背中の筋肉群と似ており、おおよそ20以上の筋肉が存在しているため、それぞれの筋肉の名前や動きを理解してトレーニングしなければいけないのかと思う人もいるかもしれませんが、その必要はなく、前腕の筋肉が働く運動はそこまで多くないため、前腕の筋肉の大まかな解剖学的な知識だったり、どんな運動で前腕が働くかを覚えておく程度で、ほとんどの人にとっては十分です。前腕の筋肉は肩の三角筋と同じように前部と後部があり、前部は手のひらと同じ面にある筋肉群、後部は手の甲と同じ面にある筋肉です。前腕の筋肉のほとんどは指と手首の関節にまたがっているため、この関節を使った運動で主に使用されます。前部は指と手首の関節を内側に曲げる屈曲、後部はこの逆で指と手首を開くような伸展運動です。前腕の後部にある腕橈骨筋という前腕の中でも非常に大きな筋肉は肘関節にまたがる筋肉であるため、上腕二頭筋のカールトレーニングなどでも活性化されています。前腕の鍛え方の説明の前に、そもそも前腕は鍛える必要があるのかについてまずは解説します。これは腹筋はスクワットなどの高重量のコンパウンドトレーニングで使用されているから鍛える必要があるのかというものに似ています。前腕の筋肉は指を閉じる運動に関係しているため、このことから前腕はバーベルを強く握るトレーニングでも活動していることが考えられます。実際2015年の調査によると、握力と前腕の筋肉のサイズには正の相関関係が見られ、握力が強い被験者ほど前腕の筋肉が大きい傾向にあるようです。そのためバーベルやダンベルを握ったりするだけで筋肉は強く活性化されている可能性は確かにあります。2004年の研究によると、高校野球選手を対象に12週間トレーニングを実行させました。一つのグループは被験者にベンチプレス、スクワット、デッドリフトをはじめとした前腕の筋肉を直接狙った種目がない一般的な全身トレーニングを週に3回実行させて、もう一つのグループはこの全身トレーニングメニューに加えて前腕のアイソレーショントレーニングを追加させます。その結果、前腕のアイソレーショントレーニングがなかったグループでも前腕の筋力は成長しており、全ての測定値で増加が確認されました。筋肉量はこの研究では測定されませんでしたが、筋力と筋肉量には強い関係性があるため、筋力の増加は筋肉が成長している可能性が非常に高いことを示します。しかしながら、前腕のアイソレーショントレーニングを全身トレーニングに追加させたグループは、より筋力が成長しており、前腕トレーニングなしのグループよりも全ての測定値で大幅な前腕の力の向上を示しています。そのため腹筋はスクワットなどの高重量コンパウンドトレーニングで成長する可能性は極めて低いことが考えられますが、前腕の筋肉は直接的にトレーニングしなくても筋肉がある程度は構築できる可能性があります。とは言ってもそれが最適ではなく、筋肉の成長は前腕を鍛えた方が筋肉の成長率は大きく変わります。つまりトレーニングの時間は限られているため、筋トレするときは大胸筋などの筋肉を優先させたい、前腕を鍛えている暇がない、時間がないという人は前腕を鍛えなくても筋肉が落ちるということはほとんどありえませんし、増えている可能性も十分にあります。特に懸垂などの引っ張る運動で強く働くでしょう。しかし気をつけてほしいことは、コンパウンドトレーニング中に握力を補助するようなアクセサリーを頻繁に使用してトレーニングを行っている場合は前腕の活動はほとんどなくなる可能性が高く、
前腕トレーニングをしないと筋肉が成長しない可能性があることに注意しましょう。そういった人の場合や前腕の筋肉をもっと成長させたいという人は前腕のアイソレーショントレーニングが必要になります。前腕のおすすめの鍛え方としてはまず前部について、これは先ほど話したように指と手首を曲げる運動に強く関係するため、握力を鍛えるとこの筋肉は成長します。そのため握力トレーニングと言われるほとんどの種目は前腕の前部にとって非常に効果的です。とは言っても筋肉の成長には筋繊維が伸びたり縮んだりすることが重要であるため、何かを握ってその状態を維持するというよりはリストカールのようなトレーニングがおすすめです。ダンベルを握って手首を曲げるというよりも指関節の屈曲を行うために、スタートで指先にダンベルを置いて転がしながら手首を曲げると全部の筋肉により負荷を集中させることができます。しかし前腕は前部よりも後部のトレーニングを重視して行うことがおすすめです。理由として1つ目は前部よりも後部の方が腕頭骨筋により筋肉の凹凸が出やすく外見的にも重要であること、もう一つはコンパウンドトレーニングで使用されている前腕の筋肉のほとんどは前部であるということ、後部は指や手首を開いたりする運動で強く活性化されますが、コンパウンドトレーニングでは前部が働く握力を使う運動がほとんどであり、後部が強く活性化される運動はありません。そのため前腕の後部は直接的にトレーニングしないと前部よりもはるかに成長しにくい可能性があります。後部は手首や指の関節だけでなく肘関節にもまたがる筋肉であり、腕頭骨筋は非常に巨大な筋肉です。指関節の伸展はなかなか一般的なトレーニングで行うことは非常に難しいため、肘関節の伸展と手首の伸展で鍛えるのがおすすめです。代表的な種目は海内グリップのカールで、この運動は前腕の中でも特に腕頭骨筋にフォーカスしたトレーニングです。一般的に上腕二頭筋のカールトレーニングでは手のひらを上にした海外グリップで行いますが、バーの持ち方を変えるだけでウエイトの負荷を上腕二頭筋から腕頭骨筋にシフトすることができます。人間の生体力学上海内グリップにすることで上腕二頭筋は非常に不利な位置になり、トレーニング中に活動は大きく落ち、その分腕頭骨筋の支配率が高くなります。前腕を鍛えるときバーの握りは海内グリップで持ちましょう。さらにもう一つのテクニックとして、親指を握り込むように持つのではなくサムレスグリップで親指を上に引っ掛けるように持つのがいいです。そしてカールのフィニッシュで手首を伸展させる運動を加えることで腕頭骨筋だけでなく前腕の後部にある筋肉も全体的に鍛えることができます。この手首の伸展がないとトレーニングは腕頭骨筋のみになり、前腕の後部全体は活性化できません。前腕は前部と後部があり、指と手首を曲げる運動と伸ばす運動に関わり、後部の中でも非常に目立つ腕頭骨筋は肘関節の屈曲に関わります。基本的には前腕は筋トレしなくても筋肉が落ちるということはなく、前部に関しては握力を使ってウエイトを持ち上げる意識さえあれば直接的に鍛えなくても成長する可能性がかなり高いです。しかしアイソレーショントレーニングで前腕を鍛えた方がはるかに成長する可能性が高く、特に後部はほとんどのコンパウンドトレーニングであまり強く活性化されていません。そして後部にある腕頭骨筋は非常に大きな筋肉であり、この筋肉が前腕の中で最も目立つ筋肉です。つまり前腕トレーニングでは後部、そして腕頭骨筋を優先して鍛えた方がいいでしょう。現代の科学は筋肉の成長には広い可動域とストレッチが重要であることを示しているため、この2つ、特にストレッチを無視して鍛えるのは非常に愚かです。フリーウェイトのリバースグリップカールはスタートポジションでのストレッチがないため、ケーブルでのカールや環境的にフリーウェイトしかできない人はプリーチャーカールのリバースグリップカールを推奨します。しっかりと肘を伸ばしてストレッチをかけましょう。ストレッチの時に手首を曲げるとさらに効果的です。トレーニングの順番としては、前腕の筋肉は多くのトレーニングに関わる筋肉であるため
すべての種目が終了した後に取り入れるのがおすすめです。前腕は成長させたいけど、大胸筋とか背中の方をとりあえず優先させたいという人は、前腕トレーニングは筋トレメニューの最後にリバースグリップのカールをすれば OK です。セット数としてはほとんどの人にとって10から15セットくらいが、他の筋肉を優先させつつ前腕も十分に成長させることができるセット数だと考えています。しかし基本的には筋肉は筋トレをやればやるほど成長する傾向にあるため、前腕を優先的に鍛えたい人は30セット40セットやるのもいいと思います。トレーニング頻度としては筋肉は高頻度である方が肥大しやすく、逆に週に 1、2 回と低頻度であるほど筋トレの効果が落ちることを研究データは示しているため、ジムに行くたびに筋トレするたびに前腕は3セット程度でいいので鍛えるのが一番効果的です。筋トレの回数については前腕は強度よりもボリュームを優先させた方がいいでしょう。低回数で高重量ほど筋力が伸びやすい傾向にありますが、前腕の筋力の向上はベンチプレスや懸垂などの重量にはあまり強い関係性が見られないため、ボリュームを優先させて10レップ以上の高回数でトレーニングすることを推奨します。動画中にさらっと言いましたが、ストレッチと広い可動域によって筋肥大効果は何倍にもなるので、肘を伸ばしきらずに中途半端なストレッチを筋肉にかけないようにしましょう。